どうもこんにちは、ものづくり太郎チャンネルのものづくり太郎でございます。本日はですね、ちょっと僕もこの動画作るか迷ったんですが、製造業界隈のぜぜひひということでですね、動画にさせていただきたいと思います。現場は超一流だが脱皮できない企業デンソーと、もう刺激的なタイトルですね。自動車業界にいる方は、おいそんな動画作ってお前大丈夫か太郎ということでございますが、行きましょう。巨人デンソーですね。自動車のサプライヤーで日本で屈指の実力をデンソーというものは保有しておりまして、売上ベースでいくと、これ見てください、これ。やばいよね。まさに売上が伸びまくってるわけですね。1年古いデータでございますが、最新ですね、実績ベースでいくと、22年度の売上は6兆円を記録しておりまして、二大巨頭のもう一方の巨人ですね、アイシンでございますが、アイシンの売上は4兆4000億円ぐらいであると。売上4兆円ですが、利益率 1.3% ということで、デンソーはですね、かなり利益率も高い。5% 以上ありますもんね。非常に優等生であると。デンソーはアイシンをですね、凌駕していると。つまるところ、名実ともに日本最強であるということが、そのサプライヤー界では言えるんじゃないかなというふうに思います。そして、デンソーのビジネス領域も俯瞰していきましょうと。いろいろ見ていきたいんですが、一言で表すとすればですね、次世代を担うモジュール群ということで、このような EV で必要なモーターをはじめですね、ECU 関係とか、モーター、あとセンサー、ADAS 系も非常に多いですね。その他にも、こういったインバーバーターですとか、ラジエーターとか、音響機器ですよね。クーラーとか、フィルター交換すると必ず電装品ですもんね。純正のものは。パワー半導体、SIC 半導体ですね。半導体を持ってますし、その他にもエンジン部品もやってると。FA 関係もやってるわけですね。このようにくくるとですね、車載電装群と ADAS 関係と、EV で付加価値がどんどん今後向上していくだろうっていうような商品セグメントと、このようなサーマル関連ということで、非常に音響ですよね。EV になっても絶対的に必要ですから、クーラーがついてない車とか想像できないじゃないですか。暖房がついてないと冬どうすんのみたいな。暖房は極論、今のエンジン車であればですね、暖房というものはエンジンの排熱からエネルギーを持ってきてですね、暖かくすることはできるんですけども、 EV というものは温度をですね、引っ張ることができませんから、必ずサーマル系が必要になってくると。エネルギーコントロールと半導体関連持ってますし、金のなる木ということで、今までの化石頭であったエンジン関連部品ですね。そして FA ということで、次世代の自動車工場に必須な FA 群を持ってると。まさにですね、ポートフォリオを言えばですね、盤石であるということが言えるんじゃないかな。ティア1の誰もが羨むようなポートフォリオを持っていると。世界屈指のモジュールメーカー、それがデンソーでありますし、ハイブリッドの成功にですね、デンソーの力ありという感じで、モーターとかですね、ECU 関連、そういったハイブリッド自動車のコアコンピタンスをですね、デンソーがこれになっていると。自動車の百科事典があればですね、デンソーと引くと優等生と載っていると。それぐらいの企業であるわけですね。デンソーのものづくりを支える生産技術力ということで、これは文字通り世界最強であろうと。愛知県もしくは日本の中で見てもですね、三菱電機と双璧をなすズバ抜けた実力があると言っていいと思います。もちろん僕工場にお伺いしたことありますから、かなり昔なので、それでもやっぱりデンソーっていうものはすごいですし、 ASEAN ですよね、タイの方のデンソーにも行きましたけども、やっぱり工場レベルっていうのはズバ抜けて高いわけですね。工場デジタル化や装置構築能力は、あのトヨタを凌駕していると言っていいと思います。このようにアグイですよ、グローバルな自動化を担うアグイ工機部を保有していると。アグイ工機というものは何かというとですね、アグイという工場があるわけですけども、トヨタだと定法があるわけですね。そこでですね、生産技術のプロフェッショナルですよね、装置設計のプロフェッショナルがここにいまして、そこで日夜デンソーのコアとなるような装置群をエッサホッサと構築している、そのプロ集団がいる工場がこのアグイにあるわけで、それだけじゃなくて希少会というものがあるわけですね。これ何かというと、昔はデンソーの二部会と言われていたものでございまして、今は名前を変えてですね、希少会と。何をしてかっていうと、デンソーのお抱えの装置メーカーみたいな感じですよ。それが20社以上確かあったはずなんですけども、僕も三菱時代よくお伺いさせていただいておりました。ここがですね、デンソーに装置を納品して、5割以上はデンソーお抱えですと。デンソー専用の装置を作ると。デンソー本体だけじゃなくて、装置だけでもサプライチェーンを引いてると。東海3県に散らばり、得意領域が異なると。ここは搬送が得意ですよとか、ここはロボット制御が得意ですよとか、いろいろあるわけですね。現場 DX 自動化の力量は間違いなくトップオブトップですよ。もうトップオブトップですよ、本当に。下手したら三菱よりすごいかもしれんと。世界屈指のデンソーでございます。そのデンソーですね、敬意を持って両断させていただくと、ズボーバサーみたいな感じですね。こういうことやると怒られちゃうね。失礼しました。
申し訳ございませんと。もう公演にも呼ばれてるので、本当にデンソー僕ラブなんですよ。デンソー大好き。やっぱりデンソーの工場に行くとですね、担当者も皆さん知的ですよ。力量もものすごく高くて、工場もめちゃめちゃ綺麗。5S を体現してるし、トヨタの工場よりもぶっちゃけ綺麗なところが多いわけですよね。素晴らしいと。なので敬意を持ってですね、DX、デジタルトランスフォーメーションと言われてるデジタルで工場つなぐっていうふうに言われてる時代でございますが、今どうなってるかっていうのをちょっとね、対談してきたのでお見せしたいと思います。ということでどうぞ。デンソーのデジタル化が非常に遅れてると。このままではまずいと。世界で戦っていけない。実際どうなってんねんと。現場感をちょっとお話しいただきたいと思ってますと。どうぞよろしくお願いします。じゃあ、自己紹介をいただきたいんですけども。まずは、猫ちゃんお願いします。私は生産現場でですね。硬いですね。デジタルを推進してます。ワンちゃんどうでしょう。私はですね、デンソーに入社して10年超え、生産技術、産業と上手してるど真ん中ですね。よろしくお願いします。カメちゃんはどうでしょう。私は今のことは知らないとはいえ、製造業にずっと10年以上いろんなものを落としてきたんで、相乗ってはいけられるかなと思います。ありがとうございます。じゃあ、ものづくりのところですけど、まず現代の世の中、結構上流側から落とすっていうところが面になってきてますけど、そこの点に関して今どういうようなバリューチェーンになってるんでしょうか。やっぱりデジタルツインっていう言葉が今デンソーの中でも流行ってるんですけども、じゃあそれは本質は何なのか。本来だったらインダストリー 4.0 のように上流製品設計から固定設計、設備設計、量産って流れ、それに対してインダストリー 4.0 データが全てつながって進んでいく。接点が起きたらデータがつながって量産まで反映される。データがつながってるっていうのはどういったイメージングしてますか。具体的には 3D CAD でモデリングします、はいはい、それから次部品を作るとき、次にポップって言われるような場合です。ポップっていうとマニュファクチャリング CAD みたいな。ボムですね。現場で使うボムなのか、それとも設計の方で使うボムなのか、どっちですか。まずは工程設計者、工程設計者が使うようなボムですね。それが CAD から全部つながってると。つながってるっていうのは、例えば PLM みたいなシステムで横毛が刺されてるようなことをイメージしてしまうんですけど、そういったイメージでいいんですか。そういうイメージではないですね。弊社は。ああ、ただインダストリー 4.0 を見てるとそれが繋がってると。全て繋がってると。ボムから M ボム、そして設備ボムまで全て繋がって量産のシミュレーションができていくっていうのが一つのあるんです。ということは部品リストを現場現場で書き直さずに一つのものを軸として使うんですけども、御社の場合どういう風になってるんですか。今ボムとボックスは繋がってないですね。どういう風に繋がってないって感じで、実際に現場で何が起きてるんですか。というのもどこで途切れてるか、稼働をまず書くじゃないですか。設計で企画から降りてきてどういうことが起こってるんですか。基本的には稼働ができて、それからボムまで繋がってます。 PLM で管理されてて、一応 PLM で4人引かれてて、電装特殊システム、なるほど、それができますと。でその後にボムからボップに落ちるときは全部切れてます。切れてる場合はそれを再度入力しないといけない。入力します。どういう風に入力してるんですか。手打ちしてるよ。CAD で引いてるのにわざわざ手で再度入力してる。手入力してるっていうのは一体何を入力してるんですか。工程名、材料名、手打ちですよ。材料名 CAD で入れるじゃないですか。それを再度手入力しないといけないってことですよ。ということですね。二次元の図面等に入力していくと。そうです。はぁ、なるほど。じゃあ入力する担当者がいるってこと。います。専門の。はい。それだけはおばさん。おばさんが手入力してるんですか、わざわざ。ミス起こりませんか。起こるでしょうね。何人ぐらいいるんですか、それ。事業部ごとにいっぱいいるんですか。めちゃくちゃいるってことですか。100人以上。日本本社で100人。海外でもそれぞれいるってことですよね。結構日本で設計しちゃうんで、海外に関していくので、日本が特に多いと思います。わざわざおばちゃんが、キャドせっかく書いたのに。おばちゃんせいではないですか。おばちゃんのせいではないですよ。だって通常であれば、例えばですよ、半導体製造装置なんかも、キャドで設計して、そのまま組み立ての方にそのキャドを投げて、そこに部品リストっていうか、組み立てどういう風にすればいいかっていうのも、キャドで出てくるんですけど、わざわざそれ二次元にしてるってことですか。そうですね。じゃあタブレットじゃなくて、御社では紙で記録されて、それで現場動かしてるってことですか。はあの天下の D 社そうなってるってやばいですね。なんでそんなことになっちゃってるんですか。猫ちゃんとワンちゃんは分かってるわけじゃん。無駄なことしてるっていう。なんでそんなことになっちゃってるんですか。なぜかっていうと結構難しい。うちの中では同じ製品を iPhone で作ってたり、アジアとかいろんな場所で作ってるんですよ。同じ製品でも全部品番違うんですか。全部同じ部品なのに品番が違うんですか。例えば日本で設計します、部品で言うと自動車のパーツなんで、うん、足回りの部品、インバターとかにしましょうか。 A で出するって、海外に行くとそれが型番が違うってことですか。そうです、同じなの。日本で A が、タイで A ダッシュ、北米で A2 ダッシュ、ヨーロッパで A3 ダッシュになっています。それがあると何が弊害なんでしょう。弊害って基本的には品番の付け方の考え方が仕向け地向けじゃなくて、生産地ベースで品番を付けるっていう考え方で、昔から一回それで伝送動いちゃったんです。昔決めたルールですね。数十年前決まったわけです。なんで生産地別に品番が必ず覚えられるんですよ、同じ部品で。ってことはおばちゃんは海外展開が決まったら全部品番打ち直しまた打ち直しないか。それは部品の数だけ200品番全部打ち直し
ってモジュール品であればいっぱいパーツがあるわけですから、それを全部打ち直す。実態はこうなってて、ある考え方があってそれで決まったと思うんですけど、それが決まって今すでにグローバル130工場を展開されてきてます、その中で今上から通しましょうの話が出てきた時に、いやいやと、130工場あります、上は分かってるわけですよね。それやんないとまずいぞ。確認した時に130工場どうすんだと、もう一回全部修正するのかと、品番を。なるほど、ゴムから全部打ち直さないか。打ち直すっていうのはパッと切り替えはできないんですかね。いろんな発注システムとか全部紐付いてるので、協力メーカーとか CRP のトップスとかも全然打ち直さない。打ち直しはしなくていいような、新しいやつだけやるとか、そういう柔軟な考えはないんですか。新しいものでやろうとした時におっさん偉いからそういうの担当しちゃう、リスクを背負わないと分かってても、変えようとしないと思われると。新しい工場例えば建てるとか、もさっき言った通りに、これはグローバル製品だ、最初から決めて、しかも1から3次元キャドからホーム作る時にはもう手打ちしない、品番もグローバル商品の品番で、例えば電線インドネシアやいろんなところに流用設計ちゃんとできるようにして、なるほど、同じものの流用設計、圧倒的に簡単に下がります。そうですよね、そこでの設計変更がちょっとあったとしても簡単ですよね、キャドで繋がるわけですから、グローバル設計、なるほどね。それが今できない。新しい工場を立ち上げるときもそういうシステムに移管すればいいと思うんです。それができないんですか。おそらく。なぜできないんですか。結局工場は新しい。でもその中で作るものはどこからの工場で今作ってるものを移管しておりますから、基本的には新しい工場で全く新しい製品作るんだったらやりやすい。移管するものが必ずあって。過去の資産を使わないといけない。多分そこが一回引っかかるんだと思いますよ。だからこれはトップの責任だと思うんですよね。ぶっちゃけ。これだけ無駄が発生してるわけですから、変えないといけないぞっていう、本来であれば部長とかそういうレベルじゃなくて。で役員とか執行役員専務もしくは社長が腹を決めてやるべきだと思うんですけど、そこに気づいてないんですか経営陣は。ちょっと僕もどれだけ例えば G メンスだとそこら辺もキャドで全てやっていくってなってますから、 G メンスで争う時に本社だと営業利益かなりありますから、もっと高くできますよ、ね、実際今のは製品設計の話になりますけど、生産技術的な工期物とか装置の設計になってもこれ問題が出てくると思うんですけど、そこはどういう風な問題が今発生してるんですか。今は基本的な製品と設備は何がしかのシステムとかデジタルでつながってるものが皆無ですね。いわゆる生産機器と言われるような人が使います。デジタルツインとかもないんですか。ないですね。やば、平田でさえ使ってるのに売上何兆の御社が使ってない、相当遅れてますよ。むしろ平田なんかデジタルツインじゃないと嫌だみたいな感じですよ。いいところ知ってしまったんです。そうです、圧倒的に手戻りも少なくなりますから。実際電車の工期とか生産技術って世界最強クラスですけど、デジタル運用って認識はないんですか。個人レベルではもちろんありますね。あとは部署レベルでもあるんですけど、工期部も工期部の中としてデジタルツインの活用っていうテーマがあったりします。ただそれは本来今話してたような上から全部落ちてくるっていう絵の中のここをやるんだっていう進め方ではなってなくて、工期の中のデジタルですっていう、それを閉じるんで。つながらないです。社内的な問題です。設備の一つ一つの機構をモジュール化しようとか、そのレベルです。でも本当は上からつながって、上ですでにモジュール設計されたものが設備に来るはずなのに、簡単に考えます。今、プリオリとかご存知ないと思うんですけど、プリオリって、アメリカの会社で、ボーイングとか、キャタピラ、どういう風なもので運用してるかっていうと、キャドを引くじゃないですか。で、キャドを変えるじゃないですか、設計変更。そしたらもう変化が分かるようになっちゃう。なぜかっていうと、例えば、こういった切削を作りたい。こういう風に変えたいって言った時に、じゃあどういった段取りが必要か、どういった ATC の時間が必要かって全部バックでエンジン持ってる。だから全て設計から分かるようになってます。しかも、キャティアとか NX、確か御社。NX ですよね。せっかく高いキャドを使ってんのに、宝の持ち腐れなんですよ。アドオンでできるんで。しかもそれが PLM で。繋がってないものになるとやばいですね。地域ごとでも繋がってないし。日本の本社の機能として活かしきれないですよね。できないですね。グローバルサプライチェーンもできないですね。本社ができてないと、他の自動車メーカーやばいです。できてるわけがないですよね。トヨタがやばいですよ。なんでしょうね、ちょっとそこは絡むんですよ。トヨタもやらないといけないですよね、これは。ちなみにアプリよりはヨーロッパトヨタ採用してます。なるほど。だからヨーロッパのトヨタは分かってるんですよ。はいはい。日本のトヨタは分かんない、僕は知らない。そういう思想で今、設計が動いてる。本州にいる伝送社員のみんな僕はそう思ってるはずなんですけど、あんな場所に参加できる。ただ日本に帰りたくないって言いますから、できないから自分たちの理想が。合う合わないもあるじゃないですか。それはヨーロッパの、やっぱヨーロッパの思想の方が進んでるっていう感じなんですね。彼らも良いとすれば、彼らは良くも悪くも標準化していくと。全体最適だから OK だっていう思想だと思います。伝送は基本的に個別最適で世界一目指してきた。一つの加工、一つの組み付け、一つの検査で世界一目指してきた。オールで個別最適で最強って言うんだ。でも実は一歩一歩で結婚に引っ込んで実は発生して、全体最適に見た時に損してることってあるっていうのが正直出てきて、実際に標準化されたものをこう持ってきた時に、どんそのこの一つ一つの個別最適化されたものに合うかどうかっていう世界はあると思ってます。
そこが難しい。でもソフトウェアファーストにならないといけない。だからソフトウェアやっぱ標準化が大事なんで、基本的に。そうそう。制御もソフトウェアファーストになりつつあるので、そこら辺に追いついてないです。だからうちの仕事をまず標準化してる人ってみんな言いますけど、標準化しきれてないからそっちに行けないって、まずはそこをちょっとやらんことにはいかない。でも多分御社も分かってると思うんですけど、制御を司る人とかソフトウェアが多分御社でも結構外注を使っちゃうんですよね。社内で組む人があんまりいなくて分かってないと思う。半分は内製設備って言われて高級部屋作ってるんですけど、半分は外注の設備になってるんで、稼働は引いたかもしれないですけど、制御は社内でやんないと思う。プログラム作んないです。内製をやらないから、協力メーカーさんにこういった仕様でポンチエがあって、このサイクルタイム、この段取り、これで制御組んでよってなるんで、ソフトウェアファーストじゃない、メカ設計ファースト。おそらく後期はまあ装置なんですけど、そうじゃなくて商品設計もソフトウェアファーストじゃなくてメカ設計がファーストになってる。だからうまくいかない。それにジレンマがあると思いますね。そこに関してどう思いますか？そうですね、メカ設計の方が地位は高いです。あ、そうなんですか。メカ設計の方が地位は高いし、やっぱテスラみたいに垂直統合した方が製品も含めて効率がガッツリ上がると。あれはやばいですね。相当効率的でしょう。多分こういった思想でやってると思うんですよ。テスラも一から作ってる。テスラが二次元のキャドに、オートキャドとかに MX 使って設計して落としてると思えないです。バカじゃねえのって思うわけですよ。それをバカじゃねえのって思われてることを御社レベルでやってるっていうのが衝撃ですよね。これは日本の自動車サプライヤーティア1ティア2ティア3に突きつけられた課題なんです。そして原価低減みたいな、トヨタも VA とか VE 活動してると思うんですけど、そこも繋がってないとやばいです。全部肝骨で設計の方がいいだろうとか、アプリよりみたいな自動車サイエンスできるものが出てきてるのに、それをわざわざ経験に頼ってやってるわけです。一つの製品からどういった装置が絡むかっていうのを見えなくなってきてるわけです。そうするとティア1ティア2ってできる限り費用をかけて生産していきたいんで、そうするとね、売り上げも大きくなるんで、日本車の競争力がどんどん低減されちゃいますよ。どう思いますか？僕は御社もっと進んでると思ってたんですよ。他どうですか？デジタル活用した方がいいっていうところありますか？製品設計、製品のとか一番プライオリティが高いと思うのと、いいかどうかってありますけれども、ERP とかですね。MRP 回せるのが1週間に1回って。MRP っていうのは何ですか？要はその生産計画を作るときに在庫所有計算するときですね。ああ。なので、例えばお客様の受注に対して、ノック回答すぐしないといけない。MRP 回して、ノック回答していくと思うんですけど、やってもなかなか難しいと思うんですけど、SFT とかで1日1回生産計画立てれますみたいなったときに、1週間とか1ヶ月でコミットした上での生産計画を立てて、1ヶ月後しか回答ができない。それジャストインタイムなのにそういう感じなんですね、逆に。なので在庫とかで買い取りティア1からお客様に対して後補充できるような状態を作っておくっていう。でも本当にトヨタさんは後補充しっかりと取っていく、在庫ゼロで目指していくよっていうのがあるんですけど、実はティア2、ティア1っていうのは在庫めちゃくちゃ。そうですよね。トヨタにも責任があると思うんですよ、これは。最新のソリューションを啓蒙する必要があるんですよ。トヨタだってキャティアですから。そこら辺、ゴリゴリでこういう最新のソリューション分かってるはずなんで、一気に変えてほしいって。トヨタが言えば、多分、本社は分かんないですけど、多くのトヨタグループ、英法会、日法会は、従うしかないはずなんで、自己会も動くと思いますよ、ね。そこら辺の ERP のシステム化は、やっぱ改善の余地はまだまだ。そうですね。ただ一回失敗してるんです。一回失敗してるんですか？それは本社ですか？グローバルサプライチェーンシステムっていうのを使うんですけど、金額は言えないですけど、ドミニコンで途中で要件定義で終わりました。みずほ銀行一歩手前みたいな感じになっちゃって、ティア4とか3まで繋ごうとしてうまくいかずに、これ主導権握った人責任重大だし、社内政治力もあるじゃないですか。コンサルを入れてると思うんですけど、そのコンサルも僕許せなくて、最近マジでものづくりの現場分かってね、コンサルばっかなんですよ。二つともです。本当に分かってないんでね。やばいですよ。経産省の資料とか見ても、これが今の日本の製造業分かんねえやつがコンサルした資料、うわ、めっちゃあってもみたいな。全体最適っていうのもないし、現場も分かってないし、しかもものづくりもやったことないやつに、ものづくり業界が搾取されちゃってる。しかもよしとしちゃってるわけですよ、ティア1、ティア2が。本当に、もうちょっとプライドを取り戻していただきたいと。そういう人間を採用せないと、コンサル人間を採用せないと。ただ数字いじってるわけだ。本当に分かってない。現場にも出てこない。展示会なんか気もしないわけですよ。食器伝送配信の人とかわざわざ展示会に行って勉強してるじゃないですか。なのに勉強もしてね、そいつらにボッコボッコやられてるわけです。野村総研はしっかりやってます。いいように搾取されちゃってるわけです。これが申し上げますか。猫ちゃんもワンちゃんもうん言ってますけど、搾取されないようにプライドを取り戻せと。素晴らしい人材ばっかりですから、日本。負けてない。ドイツも行ったし。タイも行ったし、台湾も来ましたけど、日本のものづくりってまず機械値です。現場力は高いんですけど、それが発揮できてないし、現場分かってないコンサルなんかにしてやられてる状況が。歯がゆいと。ということで、こんな感じでよろしいですか。後半の。残りが僕の愚痴みたいな感じになっちゃいました。
かもなんか最近の日経でこれが工場作りましたとか言って一つの装置置いてバカ野郎みたいな。わかるわけねえじゃんそんな。CNC とか加工パスとか言っても絶対わかんないですよ彼ら。そういう奴らにやられちゃってるわけです。そういう奴らがシステムのコンサルとかもするんで結局失敗しちゃうんです。絶対失敗。要件を聞けば聞くほど儲かるね彼ら。そうそう。しっかり聞けるじゃないですか。しかもティアワンであればチャージ1万円ですからその小林ポってのまた一緒に。年収600万払ってますからね。1ヶ月600万払ってますよ1人。月。やば。それだけ我々生産技術とか製準とか企画とか設計の人が頑張ったお金をたかだか何も分かってない大学はいいかもしれませんよ暗記が得意だけだったコンサルに取られてるわけでしょ悔しいと思ってくださいということで終わりたいと思いますもうちょっと奮起しましょう、はい、また会いましょうそんなことはあって上司のさんも言ってたことなんですけど製品設計、生産準備、で量産とかゴムポップ流れていくっていういつか繋ぎたいのって20年前とか何もいいかわかんないですよもっと言うと彼が言うと多分30年前から言ってるって言うと思いますずっと言ってんずっと言ってそれができたら超英雄です役員の方聞いてます英雄ですよ英雄王の対一レベルで名前を残してますよ役員になったら人生上がりなんですか違うでしょ攻めます日本の自動車業界を救うっていう気持ちが入ってるでしょ元々伝送にはここを変えて未来を変えたしそう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 すれば未来変わるのしかもコンセプトあるじゃないですかブラックアップコアコアとなるものを進めていくっていう統合データベースを作っていくっていうことをやってないその割には定年退職した後にまだ復活する人たちいるじゃないですか現場に舞い戻る人たちね、あの人たちは何が評価されてるの今の話だとね、メガがっていう話じゃないですか定年退職して戻る人は、そんな偉くなった人は戻らないです部長以上に戻る人はほとんどいないちょっと会社に行くね、そうかそうかリトルの技術を持った人がその部署に必要とされれば戻ります必要とされてる人が戻るんですねコア技術としてでもやっぱり部長クラスと全体のサプライチェーンとかエンジニアチェーンを考えるみたいな人は残んないですね戻ってこないとか会社に行ったりとかっていうことですやめてそこまで変えたいと思っても来たりはしないですなるほどね逆にディスってしまいましたやっぱこれ人間の生き方だと思うんですよね究極論はどう自分の人生を貢献していくかっていう戦いなんで僕らの人生っていうのは僕も34ですけど飛ばしてしまってるかもしれないですよ自分の身を守るだそうね家族もいるし難しいところですね人生との戦いですからこれは儲かってるからやらないですかね切迫感がないですね切迫感の醸成をしないといけないですねそこを神がかり的なマネジメント力が必要とされてますだから生え抜きの社員では多分難しい逆に生え抜きじゃない社員だと潰されるからその人次第結構潰されてきてるんですか今までうんやっぱり顧問がいなくなるとかってあったじゃないですかデジタル顧問みたいな何か取ってたんですけどいなくなっちゃったっていうのもあるしそもそも CTO として採用するのは生え抜きか採用して取締役の中に中途は入れないだから経験がないわかんないわけですよ その世界がいかがでしたでしょうあの伝送でさえですよ日本企業お決まりのですね JTC ですジャパントラディショナルカンパニーですよここの皆さんが陥るデジタル変革に失敗したわけですね自動車サプライヤーナンバーワンの伝送がデジタルトランスフォーメーションとかもデジタルで社内をつなぐということをですねできなくて他のサプライヤーが果たして成功できるんですかとアイシンは営業利益率 1.数%ですからそこに対しての投資もうまく回らないわけですよねじゃあ伝送とアイシンその二大巨頭もしくは食器を加えてですねこの5産家ですよそれ以外のサプライヤーでこれできるのかっていう話でほぼ難しいと思いますよね本来であれば伝送ここを成功させるべきだったんですが失敗してしまったと伝送側なのかコンサル側の失敗なのかはたまた両サイドにその失敗の金があるのか分かりませんがコンサルさんですよいくらなんでも数百億円の対価を受け取ってですね 3D CAD で全部つなげるっていう改革ですよ全て失敗したわけではないんですけどもどのくらいコースでかかったかっていうと円かかってるわけですよそこに対してコンサルに対して半分ぐらい支払ったとしましょう円ぐらいコンサルはバッコバッコお金を伝送から抜きまくったわけですよねそれなのに要件定義だけで終わって結果が出せないとはですね情けないにも程があるとしかもですねいろんな企業に僕訪問してますけどこういう失敗事例って表に出てこないんですよしかしながら訪問して実はこういった失敗事例があるんですよみたいなお話を聞くところですね搾取されてると言っていいと思いますコンサルクソ野郎にですね伝送だけではなくて他にもめちゃくちゃたくさんあるわけですねお前らコンサルなのに DX だとか言っておきながらですね会社にズケズケ入って言って要件定義して終わり実際に現場と設計をつなげなくて終わりみたいな事例が掘れば掘ればガッサガサ出てくるとどうなっとんねんと名だたるコンサル企業の皆様はっきり言ってあげましょう製造業の知識がないのに製造業 DX 実行など無理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 カタツムリですともしくはできると思ってるかもしれませんが伝送側もこういうようなものを新たに全部つなげたいよみたいなねことを言うわけですよそうするとコンサルさんおーいいですいいですとか言ってですねその分工数が莫大になるわけですね工数が必要になってくる
るとそれでリンクが取られるわけですから、じゃあこれだけプラス何円ですみたいな感じで、そもそも要件定義が膨大になればなるほど儲かるビジネスモデルなんですね。しかしながら要件定義が膨大になりすぎたがゆえに、あ、こんなん絶対全部無理じゃんって分かって破綻すると。要するにここまでしかできませんよっていう線引きをコンサル側ができなかったんで、でその気がつかずにですね、膨大な費用が必要になってしまったと。止めとけばいいのに、ここまでしか効果ありませんよっていう風にコンサル側言えればよかったんですけど、そういうこと言わずにですね、ああできますとか言って2つ返事でもう折り返せないところまで行って破綻すると。そしてもう一つ言えることは、全ては失敗するとは思いませんけど、やりすぎですと。製造業大手の皆様は自身の力をもう少し信じてもいいのではないでしょうか。自社のこと、製造のサプライチェーン、エンジニアリングチェーンを一番理解してるのは自社なんですから、もうコンサルを顎で使うぐらいやってくださいって感じですね。外圧がかかると外資だとか言うとですね、皆さんそこに頭が一気に上がらなくなると。製造業レベルとか現場レベルで言えば、御社、電装とかですね、まあ他の企業言えないんですけども、実力としては全然上ですから、コンサルお前ふざけんなよと。ミスミ時代の時はですね、僕の上司なんか野村総研に対して、いやいやこんなことお願いしないんですけど、工数はこのくらいなんでこの費用は払いませんとか言ってズケズケ言ってましたよ。担当者なんかふうふうとか言ってですね、言い返せずにですね、しっかりやった分しかお支払いしませんからとか言ってやってましたから、そのぐらいでいいんですよ。自身が変革者たる自負が必要でございますと。言われたから費用出さないといけないとかじゃなくて、お前らできなかったんだからこんな払うわけねえだろバカ野郎とか言ってですね、最初にね契約結んでるんでそういうこと難しいかもしれませんが、先人たちはそのようにして会社を起こしてきたし、社内のエンジニアリングチェーンも変えてきたわけでしょ。大野太一だってトヨタ TPS 産むときはですね、もうちょっと時間かかったわけですけども、当時デジタルなんかないわけですから、メールもないわけですからね、 TPS を看板に染み込ましてこれやってきたわけでしょ。なんで今になるとできないわけですか。話を戻しまして、なぜ 3D CAD 中心のですね運用が必要なのかっていうことを分かりやすく、対談だと分かりにくい部分もあったと思うんですが、分かりやすく言語化してきましたと。 2D で設計をすることの何が問題なのかっていうことでございますが、伝送はこのようになってると。まずですね 3D で設計するわけですね。設計するんですけども、わざわざ現場の指示書ですよ、組み立て依頼書なんかはですね 2D 図面になってるわけですね。 3D から 2D になってると、何をしてるかっていうと、刈谷の本社にですね百数十名のですねパートのおばちゃんが出社してきまして、 3D 図面からですね 2D 図面に寸法を手打ちでカタ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 一日中打ち込んでるわけですね。そんなバカな話あっていいのかと。落としまして、そして現場運用は二次元でするというですね、よくわからん状態になってるわけですね。では何が問題かっていうことでございますが、本社があります。これグローバルに製造拠点があるわけですよ。グローバルに製造拠点があるにもかかわらず、そのグローバルにお伝えするために 3D という共通言語を彼らは持ってないわけですね。すり合わせで行ってると、意思疎通の弊害が出てくるわけですよ。だって日本以外の中国なんて 3D CAD 前提で話が進んでいくわけで、そもそも 2D に落とすなんて別途費用かかりますよとか言われるわけですよそりゃ手打ちしらその分の工数費用でかかるだろうって話でございますが、ヨーロッパにもですね 2D 図面で指示してたりするわけですよ笑っちゃうわ。商品設計者と現場の生産技術との消すことができない距離が生まれるわけです。こういう風に設計を変えれば生産技術もっと楽になるだろうなみたいなことがここでぶった切られるわけですね。製品設計、もちろん今お伝えしたように上流側で変更すればですね、現場の変革度合いがものすごく大きくなるわけですね。現場でコマコマやるよりもですね、上流側で一気にバックホンやっちゃった方が効果果てしなく大きいわけです。例えばモジュールの機構をですねネジ止めにするのか FSW にするのか、 FSW であればもうネジ必要ありませんから、こうやってなぞるだけでいいと、この装置だけでいいわけですね。一方ネジだとウィン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 って手で止めないといけないし、こうやってネジをセッティングするようなものも必要になってくるわけですね。非常にいろんな工数が必要になってくると。そういったことが全く分かんないわけですね。どのくらい工数がかかるかみたいな、意思疎通ができないと。よく分かんない手打ちを100人のパートのおばちゃんが出社してカタカタ打ってる、伝送さん何ですかこれと、もう理解不能でございますと。まあまあ日本では優秀でいいと思うんですけども、どうやって欧州勢と戦うんですかと。いや今後の製造業として戦う体制なんですか。トヨタがなくても俺たちだけでやってくみたいなプライドがあるそうですけども、一部ではね、ジーメンスとかボッシュという競合とどうやってつばぜり合いしていくんですか。向こうは 3D CAD 中心でやってくる、おー押される押される、おーズバーみたいな感じですね。ということで、伝送のデジタル活用の指針はですね、IR 資料にもろに記載されてるわけですね。IR 資料も読んできましたと。こんな感じでね、伝送変革プラン、リボーン21の成果とか言ってですね、デジタル、コアなんちゃらのカスタマイズを活用したプロセス変革が全職場に定着とか言って、全く定着しないんですけど、こんなこと言ってると。細かく読んでみましょう。データ活用により正しいコミュニケーションと正しい業務遂行のためのデジタル風土が醸成するとか、社内で点在するデータ同士をつなぎ合わせ、これまで手作業が中心だった業務を
自動化、機械化。はい、できてません。そして、デジタルと同時に業務プロセスの見直しを実施し、より付加価値の高い業務にシフトできる環境整備。丸とか書いてあるんです。丸。え？どういう社内評価で、プロセスどうなってるかわかんないですけど、これ丸という評価になったんですかね。デンソーには切迫感やプロセスを是正する運営、または組織体がないということなんですか。どう考えても罰でしょうって感じですね。その他にもですね、社内資料にはこういう風に書かれてまして、2025年中期方針ですね。まずデータ活用でパフォーマンスを最大化し、最善の価値、体験を誰よりも早くステークホルダーに提供します。括弧二次元図面を中間に挟むということが書いてない。デジタルツインの実装、自動化の進化により全世界の工場の景色を変革する。本当に二次元の運用で風景変わるんですかと。両方の雫が音を立ててポキッと折れておりますと。本当の結果、コンサルに搾取されて終わったっていうだけなんですけどね。一言ね、言わさせてくださいと。おいおいおい、こんな情報誰が漏らしやがったんだと。犯人探しをしないでくださいね。犯人探しするぐらいであれば他にエネルギー使えと。彼らの伝送愛からのこれ行動でございます。今誰がやったんだって思い描いた人はですね、恥ずかしいと思った方がいいですね。そういったリソース、エネルギーがあるならですね、現状を少しでも打破する行動が必要で、怒りをぶつける方向まで間違えないでくださいと。この野郎、俺たちどうしてもできなかったんだ、頑張ろうっていうのが、プライドの高い人は自身を変革するんですけども、保守的なクソ野郎はですね、おい、誰だこれやったの？もううちの状況が丸わかりじゃねえか、こいつ、許さんみたいな。いやいや、管理職やろと。管理職であれば、変革するっていうのが自分の責任なわけですから、管理職がそういう風にエネルギーを向けるんじゃないと。社是にも書かれてるわけですね、こんな感じで。見栄や肩書きではなく、本質を磨き、協力して誠実に物事に取り組むとかですね。時代に先駆けて、研究と創造を積み重ね、技術やノウハウを磨き続けることで、と書いてあるわけですね。社会に貢献する新たな価値をいち早く生み出し、道を切り開いていきます、みたいなね。社是からも本質的な DX は今後の伝送に必要ではないでしょうか。勘違いをいただきたくないのは、若造がクソやろうと思うかもしれませんが、こんなこと言われないとですね、伝送おそらく変わりませんので、あえて言ってるわけで、伝送以外のトヨタのサプライヤーはもっとまずい状況ですからね。伝送はですね、日本のメーカーの中でもズバ抜けて先進的でございます。それは僕が保証します。各担当の風格としても明らかに知的でプライドがございますと。現場は少なくとも超一流ですね。現場はねって感じですね。しかしながら、現場が優秀であるがゆえに、取りまとめ役に抗うわけですね。うちの工場ではこういう運用ルールなんだって、みたいな。3DCAD もう二次元でこと足りてるからそんなん必要ねえよ。130工場の様々な工場ルールがありますと。現場側が強くですね、取りまとめが難しいわけですね。そういう風に長期的に 3D で運用しないとこれあかんぞっていう風に上が思っててもですね、現場がいやそんな必要ねえし、ふざけた野郎がいるとですね、できないと。現場が強いがゆえに対抗勢力もですね、力を持ってるわけですね。部外者であるコンサルが130工場を要件定義してですね、デジタルで横串でつなげるはそもそも無理だろうと。できるわけねえだろ。だってですよ、製造業の展示会にコンサルタントがいたことなんて、名刺交換希望されたことなんてほぼないですから。デロイトトーマスぐらいいたの。アクセンチュアとかボスコンとか PWC とかほぼ名刺交換されたことないですよね。そんなやつに製造業の現場がわかるわけねえだろと。要件定義もっとここもつなげましょうとか言ってですね、丸め込まれてですね、工数分費用発生してそれだけ持ってかれたということですよね。そうじゃなくて、こういうようなルールでこういうデジタル変化が必要だから、ここだけしかデータ活用必要ねえから、お前ら美味しいことだけ言ってんじゃねえぞこの野郎っていう風に言ってあげてくださいと。日本のトップサプライヤーのプライドをかけたこれ戦いでございますね。伝送がやらずして一体どこの誰ができるんでしょうか。サプライヤー変革はもう俺たちから始まったぜと、伝送だぜ、そう言える未来を作っていただきたいとしみじみ思うということですね。ということで、現場は超一流です、しかしながら脱皮できない企業伝送ということで、本日はまとめさせていただきました。以上でございます。お疲れ様でございますか。リスキーですよ。僕もこういうね、動画上げるのっていうのはもう非常にリスキーと。伝送からは講演依頼来ないかもしれないですね。しかしこういう風に切ってくれる人もいないんじゃないですか。巡り合わせで運命でこういう動画を作らさせていただいたと。日本サプライヤーが少しでも良くなればそれでよしという原動力で動画化させていただきました。ということで、今回は伝送会ですね。自動車ということで、上流から 3DCAD で繋がらない伝送ですね。これどうにかしないといけないわけですから、やっていきましょうと。この他にも工作会とか半導体、あと FA 関連ですね、やっております。製造業に関連する方々はチャンネル登録いただいて応援をしてあげてください。そして一つでも刺激になればいいねマークを押してください。お前煽りすぎって言われたらあれだけど、こんぐらいやんないと変わんないよ。だってもう一回やろうぜってならないと思いますよね。この野郎太郎つって、ふざけんじゃねえとか、伝送そんなもんじゃねえつって、尊敬してますよ。ということで以上になります。次回の前にスポンサー動画でございます。どうぞ。
現在ですね、工場 PJ 実行にあたり、工作機械のオペレーターですね。オペレーティングスキルそんなになくてもですね、おそらくどうにかなると思ってますので、なければ修行しに行ってもらうっていう感じになるんですけども、一緒に太郎と工場やりたいという方がいらっしゃれば、ぜひね、概要欄のメールアドレス、もしくは Twitter の DM 開放しておりますので、ご連絡いただければ幸いでございます。応募お待ちしております。次回は未定になっておりますが、何になるんでしょうかね。ということで、動画上げちゃうと一腹あると思うんですが、その覚悟を持ってね、動画化させていただきました。ということで、また次の動画で会いましょう。じゃあね、チッ、バイバイ。今日の千葉ちゃんの一言。本日も最後までご覧いただきありがとうございました。皆さん今日の動画にはいろいろなご意見があると思いますので、ぜひたくさんコメントお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。